俳優のイジウンギが以前話題になったレッドカーペットファッションについて説明しました。最近 TVN の番組ユクイズ ONTHE ブロー CK がかつてのファッションアイコンであるイジウンギが引き起こしたシャギーカットブームについての映像を公開しました。この日、ユジェソクは映画王の男の成功とザクロ飲料の CM でイジュンギシンドロームを引き起こし、特にシャギーカットと十字架のイヤリングがイジュンギのトレードマークであったことを述べました。イジュンギは冗談を交えつつ、この場を借りて同時代の男性たちに心からお詫び申し上げます。多くの人々が真似をして打撃を受けたようですと語りました。これに対してユジェソクはイジュンギがすればシャギーカット、私たちがすればシャギーカットとユーモアを交え、真似をしてもなぜか私たちはいいなると述べ、すごくおかしくなったとコメントしました。イジュンギは以前、ファッションにおいても注目を浴びました。レッドカーペットにリツツとレッドカードをもらうイジウンギという記事が書かれるほどでした。記者の皆さんは本当に冷静で冷徹に評価してくれました。彼は芸能界が非常に厳しい時期でした。そのため、批評も多く受けましたと振り返り、注目を呼びた瞬間を語りました。チョセホは、現在のファッションスタイルが一般的ですが、当時は黒いスーツと超ネクタイが主流でした。その色合いや手袋の選択肢が驚きですねとコメントしました。ユジェソクは冗談交じりにビリヤードの後に行ったのか。とヒロネ・イジウンギは当時私はダンスが大好きで舞台用の手袋を着用していました。俳優たちがスーツしか着ない理由がありましたと明かしました。意外にもイジュンギはファッションにはあまり興味がないことを明かしました。ファンの方は知っているかもしれませんが、高級ブランドに詳しくないんです。ブランド名もいつも迷えてしまい、ファンが戸惑っていますと、じゅうつべました。ユクイズ ONTHEBL 奥は、韓国で毎週水曜日の午後8時45分に放送されています。